もしもし。ねえ、明日はお休みなんだよね。今日も休みです。明日は絶対お休みなんだよね。明日も絶対休みです。よしよし。ダメ、切らない。切れてない。切れた。絶対絶対誰が今から何を言おうと休みなんだよね。休みですよ。よしよし。じゃあ明日、バイバイ。バイバイ。というね、これね、YouTube のなんかストーリーかなんかをプッと触れたら、これが、ね、ガッキーから電話かかってきたんで、びっくりしました。本当にかかってきたんかと思って、今ね、こうやって動画撮ってるじゃないですか。たまります。こういうの芸能人が、やらないでくださいよ。もうびっくりしたな。YouTube、こうやって開けるじゃないですか。したら、ここね、なんていうの、ショートってやつか。ショートってやつ、こうあるじゃないですか。ここにね、普段は見ないんですけど、ポッと触れちゃったんですよね。あ、ちなみにこれも楽器じゃないの？違うか。これ何なんですかね？TikTok の機能をこの中にも入れたってことなのかな？橋本環奈ちゃん。ね。芸能人をあまり知らない私でも、橋本環奈ちゃんは知ってっかなって感じですか？私がやったらダメですね。これは若い人に任せておきましょう。こういうのを置いたわ。私は粛々と日々の動画を上げてくださいます。それでは行ってらっしゃい。